食べながら痩せるイオンの魔法の食材とは、マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤すみかです。先日リスナーさんからこんなこと聞かれました。すみか先生って普段どんな痩せる食材使ってるんですか？確かに痩せる食材って何をどう選んでいいのかわからない方って実際いますよね。そこで今回の動画では、私が普段使っているイオンの無添加ダイエット食材27選というテーマでお話ししていきます。今回ご紹介する食材を取り入れるとなぜ痩せるのか、最後にその秘密もお伝えしますので見逃さないでくださいね。では早速、イオンのダイエット食材1つ目は純リンゴ酢398円です。原材料が国産のリンゴ果汁 100% のみ、もうこれが痩せるリンゴ酢です。私も私の生徒さんたちも、もうこれだけは欠かせないっていうアイテム、なぜかというと純リンゴ酢の酢酸が脂肪をガンガン燃やして、さらに食後の血糖値の急上昇を抑えるので、脂肪の蓄積を抑えて代謝を上げてくれるという、もうダイエットにピッ誰の食材なんです。私は1日大さじ2杯を目安に、食中食後にドリンクにしてこまめに飲んでいます。私の生徒さんたちもこれを取り入れてから、食べ過ぎた翌日でもすっきりして体重が減りましたって嬉しい報告がどんどん届いています。ではイオンのダイエット食材2つ目はオーガニックレモン果汁628円です。このような小さいサイズもありますが、私は毎日使うので大容量 500ml のこちらを使っています。香料などの添加物が一切入っていないイタリアシチリア島産の有機レモンを使ったレモン果汁で、このお値段ってもう本当にコスパがいいですよね。このレモンに含まれるクエン酸が代謝を上げてくれます。また利尿作用もあって、余分な水分を体外に倒してくれるのでむくみも解消します。私は毎朝起きてすぐコップ一杯のレモン作用を飲んで、朝から体をポッカポカに温めて代謝が高い状態で一日を過ごしています。生徒さんからもこれを飲み始めてからむくみが取れてすっきりしましたという嬉しい報告が届いています。ではイオンのダイエット食材3つ目はオーガニック特製丸大豆醤油278円です。有機栽培の大豆と小麦に塩を加えただけの濃い口醤油です。発酵食品である醤油は腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整え、脂肪の蓄積を防いで代謝を促進します。私は煮物や炒め物に少量だけ使っていますが、これだけで十分な味付けができるので、調味料のカロリーを抑えられているんですよね。またこのボトルが一滴から少量出るタイプでもめちゃくちゃ使いやすいので、私のお気に入りです。ではイオンのダイエット食材4つ目はオーガニックめんつゆ2倍濃縮タイプ258円です。原材料に有機醤油、有機砂糖を使い、鰹節と北海道産昆布の風味が効いた美味しいめんつゆです。めんつゆも発酵食品なので、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整える効果があります。私はお蕎麦に使うだけでなく、納豆のタレ、炒め物、卵焼きの出汁やドレッシング代わりにも使います。もうとにかく何にでもちょい足しできる万能調味料で欠かせないアイテムの一つです。なのでつい切らした時や売り切れていた時のもう悲しさってね、半端ないです。ではイオンのダイエット食材5つ目はオーガニック米麹味噌398円です。有機栽培の大豆とお米にお塩を加えた熟成味噌です。で、原材料がオーガニックなので安心ですよね。米麹で発酵された味噌には腸内の善玉菌を増やす酵素が含まれていて、腸内環境が整うので代謝が上がり、脂肪の燃焼を促進します。私は朝食の味噌汁にはもう欠かせません。生徒さんからも朝に味噌汁を飲むようになってから、毎朝お腹がすっきりして一日中体の調子がいいんですというお声がたくさん届いています。ではイオンのダイエット食材6つ目はオーガニックトマトケチャップ208円です。トマトのリコピンが脂肪細胞の酸化を防いで代謝を高める効果があります。また血糖値の急上昇を抑えるため、食欲をコントロールしやすくなります。このオーガニックトマトケチャップは有機トマトを使っていて、化学調味料や人工甘味料も不使用、しかも酸味が効いているので少量で満足感があって、カロリーも抑えられるなんて最高ですよね。ではイオンのダイエット食材7つ目はオーガニックアマニオイル798円です。アマニオイルのオメガ3脂肪酸が脂肪燃焼を促進するためダイエットに最適です。また女性ホルモンのバランスを整える効果があるので、私たち女性にとってはもう一石二鳥ですよね。私はサラダにかけるのはもちろん、味噌汁や納豆
と普段の飲み物にこうちょい足しして気軽に摂取しています。1日あたりティースプーン1杯程度を目安に摂取してくださいね。ではイオのダイエット食材8つ目はマヌカハニー入りアカシアハチミツ498円です。まあ、もちろん普通の純粋ハチミツでもいいんですけど、このマヌカハニーは抗菌作用が強いので、これからの季節は特に風邪やウイルス対策にもいいのでおすすめです。ハチミツは栄養満点で善玉菌の餌になるオリゴ糖がたっぷりで、腸内環境を整えて代謝を高めてくれます。私はまあ純リンゴ酢白湯やきな粉豆乳ドリンクで、またヨーグルトやお料理なども何にでも入れてます。でマヌカハニー入りアカシアハチミツってもうコクがあって美味しいんです。ここまでは調味料編ということでお伝えしました。でここからはリング編ということでご紹介していきます。イオンのダイエット食材9つ目はカットワカメ298円です。ワカメに含まれるフコキサンチンが脂肪分解し、食物繊維が腸内の老廃物を排出してくれます。まあ、要はお腹すっきりデトックス食材ですね。このカットワカメは岩手県産で、もう色が綺麗でこう肉厚で美味しいんですよね。私は味噌汁にこうパパッと入れるだけで膨らむので、こう手軽に摂取しています。カロリーが低いのに満腹感が得られるので、これも欠かせないアイテムです。ではイオンのダイエット食材10個目はオーガニック千切り大根128円です。原材料が有機大根のみで 60g 入って、このお値段はコスパいいですよね。大根に含まれる酵素が消化を促進し食べ過ぎを防ぎます。また低カロリーでボリュームを増やせるので満足感も得られます。私はこう戻した後にサラダにこうパパッと加えてこうシャキシャキ感を楽しんでいます。カロリーが低いのにボリュームがアップするのと、生の大根よりも干し野菜になると栄養価もアップするのでおすすめです。ではイオンのダイエット食材11個目はアオサ98円です。こちらは国産のアオサ 100% です。アオサに含まれるミネラルや食物繊維が腸内環境を整えて脂肪燃焼をサポートします。まあ、例えばお寿司屋さんに行くとアオサの味噌汁ってありますよね。私はアオサの味噌汁が大好きなので、家でもこのアオサをサッと入れてね、磯の香りがする味噌汁を味わっています。でなかなか海藻類が普段摂取できないという方でも、味噌汁以外にもスープやサラダ、炒め物など青さを毎日の料理にこう少し加えるだけで手軽に海藻の食物繊維が摂取できますよ。ではイオのダイエット食材12個目はとろろ昆布248円です。北海道産の昆布と米黒酢のみで味付けされたとろろ昆布です。昆布のアルギン酸が腸内で脂肪の吸収を抑えたり、血糖値の上昇も抑えて脂肪の蓄積を防ぎます。私は、まあ、おそばやお味噌汁に、まあ、他にもお豆腐や玄米ご飯にこう乗せたり、こういろんなものにこうちょい足ししてね食べるんですけど、とろみがついて食べ応えがあって食事の満足感が上がるので、自然と食べ過ぎ防止になっています。ではイオのダイエット食材13個目はオーガニックすりごま黒188円です。黒ごまに含まれるリグナンが脂肪燃焼を促進して体脂肪の蓄積を抑えてくれます。また抗酸化作用で体内の老化を防いでくれるんです。私は白ごまよりも脂肪燃焼効果のあるアントシアニンが豊富な黒ごまを選んでいます。この黒すりごまは使いやすくて、例えば、まあ、サラダとかね、おひたしはもちろん、味噌汁や豆乳ドリンク、あと焼き芋にね振りかけるだけで風味も栄養もプラスされます。生徒さんも何にでも振りかけて食べてます、簡単で美味しくて続けやすいですと愛用されてる方が多いです。ここまで大丈夫ですか？では次におやつ編ということでご紹介していきますね。イオンのダイエット食材14個目はオーガニック甘栗13袋入り980円です。13袋も入って980円、しかも有機栗ってめちゃくちゃコスパがいいと思いませんか？甘栗は食物繊維が豊富なので、間食でも血糖値の急上昇を防いで脂肪の蓄積を抑えます。しかも1袋あたりの量がこちら50g で、多すぎず少なすぎずでちょうどいい量なんですよね。で甘栗は少量でも満足感を得られるので、ダイエット中のヘルシーなおやつとしておすすめです。ではイオのダイエット食材15個目はアーモンドと小魚10袋入り298円です。アーモンドと小魚の組み合わせは脂肪燃焼サポートし、カルシウムも補給できるためダイエット中のおやつにぴったりです。私は小腹が空いた時にね、このおやつに食べる
ですけど、主人はお酒のおつまみに、で娘にはお弁当と一緒におやつとして持たせてます。こうポリポリした噛み応えで満腹感もあって手軽に栄養補給できるのがいいですよね。ではイオンのダイエット食材16個目は塩だけで味付けしたトルティアチップス88円です。トウモロコシをイタリア産の岩塩のみで味付けした、ここ美味しくってシンプルな味わいでポテチと違って罪悪感なく食べれるんですよね。いや、ダイエット中でも塩気のあるこうスナック菓子って食べたいなって時ありませんか？ご自分以外にもお子さんがねこういうの好きっていうご家庭にもおすすめです。ちなみに私のね一人娘もお気に入りのおやつです。これなら余計なカロリーや添加物を取らずに安心して食べさせてあげられますよね。ではイオンのダイエット食材17個目はギリシャヨーグルトプレーン128円です。このギリシャヨーグルトは高タンパクで低カロリーなんです。たった1個でタンパク質 11.9g、 普通のヨーグルトの2倍ほど摂取できて、しかも脂肪分ゼロです。なので筋肉を維持しながら代謝がアップして脂肪を燃やしてくれます。ヨーグルトというよりはこうレアチーズケーキのような濃厚なこうデザートみたいな味わいなので、実は私は普段豆乳ヨーグルト派なんですが、今日はこう濃厚なデザート食べたいなって時にこのギリシャヨーグルトに先ほどのレモン果汁と蜂蜜をちょい足しして美味しいって言いながらね、甘いもの欲を満たしています。以上のおやつはどれも本当に美味しいので、くれぐれも食べ過ぎには注意ですよ。ではどんどん参りましょう。次は冷凍食品編です。イオンのダイエット食材18個目は冷凍オーガニックブロッコリー178円です。私が常備しているお野菜ナンバーワンです。ブロッコリーは低カロリーで栄養価が高く、脂肪燃焼効果や抗酸化作用もあるためダイエットにぴったり大の野菜です。さらに食物繊維が豊富で便秘解消にも役立ちます。私はレンチンしてサラダやスープ、あと娘のお弁当に入れたりしています。有機ブロッコリーなので栄養たっぷり、しかも自然解凍 OK で手軽に調理できて時短にもなって、もう本当に助かってます。ではイオンのダイエット食材19個目は冷凍オーガニック煮物に合う根菜ミックス298円です。有機野菜のじゃがいも、大根、人参、ごぼう、レンコンが入っています。このような根菜類の野菜は食物繊維が豊富で食欲を抑える効果があります。また腸内環境を整え便秘解消にも役立ちます。実は先ほど煮物を作る時にねこの根菜ミックスを使ってしまってごめんなさい。実はこれ空き袋なんですけど、もともと 300g で結構な量入ってるんですよね。手軽に栄養バランスが取れた食事が作れて時短にもなります。日頃忙しくってね、なかなか買い出しに行く時間がないなんてことありませんか？そんな方には超おすすめです。ではイオンのダイエット食材20個目は冷凍オーガニック洋風野菜ミックス248円です。有機 JAS 認証農場で栽培したブロッコリー、カリフラワー、人参、インゲンが入った彩りも綺麗なミックス野菜です。一袋 300g でこうパンパンに入ってます。このように多品目の野菜がバランスよく含まれているので、ビタミンやミネラルなど栄養価が高く代謝をサポートしてくれます。私の娘がポトフが好きなのでよくスープに使っています。こんな風に家族が食べてくれる時はいいんですけど、自分の分だけダイエットメニュー準備するのって大変ですよね。そんな時この野菜ミックスを使うと必要な量だけ使えてめちゃくちゃ便利です。生徒さんも一人分の野菜が手軽に取れて調理も簡単だから助かりますと大好評です。ではイオンのダイエット食材21個目はこちら、冷凍北海道産栗かぼちゃ298円です。栗かぼちゃは低カロリーで甘みが強く、ビタミン A や食物繊維が豊富で満足感が得られるためダイエット中でも安心して食べられます。またむくみを解消するカリウムも多く含まれています。北海道産の栗かぼちゃを熟した時期に冷凍しているので自然の甘さがめちゃくちゃ美味しくって、私はこの栗かぼちゃをレンチンしてそのままおやつにしています。ではイオンのダイエット食材22個目は冷凍オーガニックむき枝豆148円です。こちらは有機枝豆の丸ごと大豆ですね。枝豆はタンパク質が豊富で筋肉を維持し脂肪燃焼を促進します。また食物繊維が豊富で、ね、満腹感が続くのでダイエットにぴったり
れです。私はレンチンしてサラダや、まあ、そのまま味噌汁やスープに入れたりして、こう手軽に良質なタンパク質を摂取しています。ではイオンのダイエット食材23個目は冷凍オーガニックミックスベジタブル278円です。有機野菜のスーパースイートコーン、グリーンピース、人参が入ったこのミックスベジタブルはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富なので代謝が上がって脂肪を燃やします。ミックスベジタブルって手軽に栄養が取れて料理の幅も広がるので使ってらっしゃる方も多いと思います。あなたのミックスベジタブルを使ったおすすめレシピなどがあればぜひコメントでシェアしてくださいね。今物価が高騰してもうお野菜って本当に以前と比べて高くなってますよね。そんな中、冷凍のお野菜はお値段据え置きというところが多いそうなので、良質な冷凍野菜を上手に取り入れていけるといいですよね。ではいよいよ最後は非常食編ということで、私が災害時の非常食としてストックしている長期保存が可能な便利なダイエット食材を一気にご紹介しますので、最後まで見逃さないでくださいね。イオンのダイエット食材24個目は20穀ミックス358円です。20穀ミックスはその通り穀類が20種類入った炊飯用の穀類です。食物繊維が豊富なので普段のお米に混ぜて炊くだけで腸内環境が整って便秘解消や血糖値の急上昇を防いで脂肪の蓄積を抑えてくれます。私は食べたいけど家族が白米しか食べてくれないなんてことないですか。そんな時はご自分用にこの20穀ミックスを混ぜて炊いたご飯を1食分ずつ冷凍しておくと便利ですよ。しかも白米と比べて栄養満点なのでダイエットに必要な栄養素もしっかり摂取できます。日頃のダイエット中の主食として、またもしもの時の非常食として取り入れてみてくださいね。ではイオンのダイエット食材25個目はこちら、ひよこ豆と玄米から作ったスパゲッティ358円です。パスタは小麦製品で太るから我慢してる方って多いですよね。でもたまにはダイエット中でもパスタ食べたくなりませんか。そんな時、ひよこ豆と玄米でできたこのスパゲッティは高タンパクで低 GI、 血糖値の上昇を抑えつつ長時間満腹感が続くので、ダイエット中でも安心して食べることができます。私の生徒さんも普通のパスタよりお腹が空かないから間食が減りましたって言われてましたよ。ではイオンのダイエット食材26個目はこちら、オーガニックスープ178円です。味がね3種類あって温めるだけで簡単にそのまま食べることができるので非常食にもおすすめです。1つ目はココナッツ香るコーンスープです。有機スイートコーンと有機ココナッツクリームを使った優しい味のスープです。ココナッツミルクの中鎖脂肪酸が脂肪の燃焼をサポートして体脂肪の蓄積を抑えてくれます。私は普段災害時の非常食としてこうストックしているスープなんですけど、まあ、忙しくてね時間がない時などに、あ、そういえばあのスープがあったとか思って、まあ、使ってはまた買い足ししてるんですけどね。1袋あたり144キロカロリーでスイートコーンの甘みとココナッツクリームのコクで満足感もあるスープです。次に2つ目はたっぷり野菜のミネストローネです。その名の通りミネストローネは野菜たっぷりで食物繊維が豊富なため満腹感が続きます。また血糖値の急上昇を防いで脂肪の蓄積も抑え腸内環境も整えてくれます。これなら一袋で具材がたっぷり入っていて栄養も満足感もあるのでいざ時の非常食としてもおすすめです。一袋あたり69キロカロリーと低カロリーで満足感も得られるためダイエットにもぴったりですよね。そして3つ目はキノコの旨味マッシュルームスープです。マッシュルームは低カロリーでありながら食物繊維や代謝を促進する成分が豊富なので満足感があって食べ過ぎ防止になります。先ほどのひよこ豆と玄米のパスタを入れて食べるとスープパスタみたいで美味しいんですよ。しかも1袋あたりたったの40キロカロリー、これはダイエットに大活躍するメニューですよね。そしていよいよ最後、イオンのダイエット食材27個目は野菜と米ピューレで作ったカレー178円です。カレーに含まれるスパイスは代謝を促進し脂肪燃焼効果がアップします。また野菜と米ピューレがカロリーを抑えてくれます。こちらは1袋あたり106キロカロリーです。また市販のルーと違って質の
の悪い油や人工甘味料、化学調味料などが無添加です。このカレーなら罪悪感なく食べられますよね。温めるだけでこのまんま食べることができるので非常食にもおすすめです。ここまでご紹介した食材は全て無添加です。例えば運動を頑張っても食事のカロリーを減らしても、 もう全然痩せないという方は、実は知らないうちに添加物を多く摂取しているため内臓に負担をかけ、結果的に代謝が落ちて太っている可能性があります。逆に今回ご紹介したような無添加良品の食材をしっかり摂取することで腸内環境が整って内臓に負担をかけずに代謝を上げることができます。また今回お伝えした食材を使って私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して、今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。次回も腸内環境を整え、根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、いいねやコメントをお願いします。質問には私がお返事しますので、ぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。